はい、順次です。ではアイワナビーザジャパニーズソード、リョータさんとの同時進行アイワナやってきましょうか。このグルメレースステージ行きましょう。この曲ですね、私知らなかったんですけども、まあ、割と最近ね、演奏者ゆゆうたさんのね、動画で、まあ、これよくメドレーとかで演奏されてて、そこで知りました。そういうね出会いがありました。あれ、ここ罠なんもないね。なんかあるかなと思ったけど、なんもなし。お、あれ、このステージは罠ないのかな。あ、なんもないね。お、普通に張り毛を越えていけばいいってことだったら、あっという間にクリアできてしまいますけども、いいのかしらなんてちょっとね。あ、ちょ調子乗るとこれだよ。まあ、本当に罠ないんだね。まあいっか。この曲なんか面白いね。この曲なんか自然と笑顔になってしまう、そんな素敵な曲ですね。よいしょ。さっきのはボンミス、ゆえに今度はミスらない。これ、え、本当なんもないの？いいのかな。で、2マップだったら本当あっという間に超えられてしまうが、まああっという間にっていうのは、まあもちろん難しいところもあるでしょうけども。あら、あ、また、あ、あー、なるほど、一撃系ってことか。うわー、そういうことか。あ、だからか。まあ、あとはマップ数がどれだけあるかっていうのが、まあ気がかりですね。まあ、2、3マップだったら、まあ、デスはするとは思いますけども、割とサクッといけてしまうと思うんだよね。ただものすごいマップ数だと、ちょっとここに来て急に道中が難しくなるみたいな話になりそうだけどね。そのあたりはどうなのかしらと。よし、来た。天井もダメだから気をつけてね。よっ、よし。で、そこか。で、持って、よし、いいね。スイッと行き、あー、一マスね。こう登る。危な、よし、大丈夫かな。最後に罠とかありそうだね。ジャパニーズソードありそうだぞこれ。大丈夫か。警戒しては一応行くけど、よし、 OK、 集中ね。やっぱね、緊張するね。よいしょ、ターンターン、 OK。 あ、こういうところ、よし、 OK。 いや、あった、セーブ、優しい。これは優しい。気持ち的にはもうノーセーブで行こうと思ったんだけど、まあでもあるなら甘えちゃおっかなと。可愛くねえよって話なんですけど、あ、でもマップ数はあるね。うん、3マップ目にしてまだゴールは見えないから、そこそこ先はある気はするぞ。これはタンタンタタン、よし。んで、あ、あ、しまった。あ、こういうねマップステージで積み捨てしたくはないね。うん、もう罠ステージだったらね、一回分かってる罠はもうなるべくというか基本かからないんでサクサクいけるんですけど、こういう何周しても常にこう集中力をこう保たなければいけないような、なんていうかステージは、うん、積み瀬は結構命取りになりそうだ気がする。よし、危なかった今。よし、 OK、 セーブはないよね。うわ、こういうところね、こういうところで、あ、しまった、くそー。りょおたさんと同時進行プレイ。ということでいきますか。マップ数かなりありそうな気がしますな、この調子だと。で、2マップ単位でセーブが来るならそれでもいいんですけどね。よし、慎重に。あ、まあ結構長かったら、もしかしたらいつもはね道中10分もないようなパートになるんですけども、結構長くなるかもしれない。よし、ここ、よしよし、やっぱダブルジャンプの方がいいね。ダブルジャンプ2段ジャンプね。よし、あ、スイッチギミックか。よし、慎重に。こういう同じことを何度もこなすと、うわー、あー、よかった。ちょっと罠を警戒したんですけども、急になんかジャパニーズソードらしくな、なくなってきたような気がしますけど、よし。で、タンタンね、タンタン、よし。なんか罠最後にありそうだよね、それすごく怖いんだけど。よし、 OK、 大丈夫かな。いいね、今のところいい感じで、次のマップで多分セーブあると思うから、ここら辺でデスすると本当に精神力消耗するから注意。よしよし、 OK、 一安心。さて、でもやっぱり結構ありそうな気配するね。よし、まあちょうど一撃もやってみたいと思ってたんでいいんじゃないかなと。
うわ怖い、うわう、普通一撃ですとねちょっとあの針配置は簡単めだったりするんですけど、うん、それをね長距離走らせてこう緊張感を、まあ、煽るというか、まあ、あのプレイヤーからするとそれを楽しむことになるんですけど、でもジャパソはちょっと難しめな配置も出てきてますね。これそこかとなると、よいしょ、ここでぜひとます、あ怖い、よしで、タンタンもね、タンタン、うわ可愛らしいねこのサクちゃん、うっそ、よし OK、 いいねいい感じ、危な、今のちょっと油断した、タン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 を油断しちゃダメ、よしタンタン、おおおお、いい感じよ、超えてます、あこういうところ頭ぶつけないように、もうちょい前もうちょい前、タンタン、よし、あのタンでもいいんだけどタンタンで行った方がいいね、これタンタン、よし、うわー怖ーい、おっかない、待てよ、罠を警戒しろ、落とし穴も警戒しろ、なんかありそうだぞ、大丈夫か、ああーあったあったあった、ボス前だ、ボス前だけどちょっと待って、まだ続いてますからね、そういうこと、おっかない、タンタン、上から行きましょう、セーブが近ければ下でもいいんだけど、うん、今回は、どっちから行こう、こっちから行くか、うわしまった、下から行けばよかった、あーさてではリベンジちゃん行きましょうか、よし、このステージちょっと難しめですね、うん、他のステージもね、まあ難しい区間は一部ありましたけども、まあ、基本的にはあの罠主体というか、なのでタンタン一回かかっちゃえばそんなに難しくはないみたいな、難しくはないというか突破できるっていう構成だったんですけどね、ここはやっぱり一撃ですから、タンタン、あぶね、怖っ、難しめだねやっぱね、ここちょっともうちょっと頭なるべく、もうこ怖いな、あ来た、うん、こうい細かい微調整、よしよし、していくよ、ここが怖い、よし来た、よしよしよし、2マップ目空中上下、ほ、よしで、タンタン、上、これは上だね、これは上でしょ、で、タンタン、オッケー、これ下、いや上行こう、上でリベンジ、行くよ、よし来た、2連2発2発、よし、もうちょいもうちょいもうちょい、そこ、うわこれ、つるじゃん、つるで行こう、よし大丈夫、いける、嘘でしょマジかよ、うわうわうわ、よし OK、 さてこっからこのマップもやばいね、ジャパソさん、タンタン、これ下下、そんなに鬼畜な人は鬼畜、あこれ下行ってみようか、今度は下の方が多分タンタン簡単だと思うけど、よっよっ、よし、上下張りも、危ねえ、危な、危なかった今、トゥルね、トゥル、よしで結構最大ジャンプでいけるから OK、 でこれはどの辺だろう、この辺だね、これいける、よし感覚よ、危なかった今、これだ、これ何、これ後で調べる、とりあえずまず先行く、タンタン、よしタンタン、危ねえ、よし OK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 、 もう戻れるかなこれ、あ戻れますね、ちょ戻ってあそこの中入ってみましょう、よし、そしたらタン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 、なんもないとは思うけど、あーなんもなさそうですかね、もうちょっと奥入ってみましょうか、あーまあなさげっぽいですかね、うん、もうここで200デスぐらいここでしてました、ここね、まあいっか、なんか情けっぽいですから、では次回はね、この、ボス戦挑んでいきましょう、ラストボスですかね、ラストボス、まあ、ラスボスですかね、りょうたさんとね、いよいよジャパニーズソード完結なるかっていうところですけども、はい、楽しんでやっていきたいと思いますですね、はい、では皆さんご視聴どうもありがとうございました。